2012年8月、お茶の水にある明治大学駿河台キャンパスでは、1年で最も暑い1日が始まろうとしていました。明治大学オープンキャンパス2012、駿河台、泉、生田の3キャンパスで7日間にわたって開催されるこのイベント、来場者数は毎年5万人以上を数え、国内最大級のオープンキャンパスとして知られています。学部別の相談会やガイダンス、模擬講義、学生スタッフの企画による各種イベントやキャンパスツアーなど、魅力的なプログラムが目白押し。一日だけ明大生になった気分で、その様子を覗いてみましょう。明治大学のキャンパスの中でも最も都心に位置するこの駿河台キャンパス、主に文系学部の3、4年生と大学院生が学んでいます。会場の入り口では全体のプログラムを配布しています。まずはじめに自分の参加したいイベントの開催場所や時間をチェックします。自分の受けたい学部が決まっていれば、学部別ガイダンスに行ってみましょう。授業や研究の内容について学部、学科ごとに分かりやすく解説してくれます。日本の商業基礎学、あるいは日本のビジネス教育をリードしていくという、そういう意識を持っています。あるいはそういう使命感を持っています。ので、私たちは自分たちの取り組みを日本中に紹介する。のみならず、世界にも紹介。学部、学科についてさらに詳しく知りたい場合は個別相談へ。それぞれの学科に所属する教員、学生が就職や留学、入試や授業など幅広い質問に答えてくれます。また学部ごとに現役教員による模擬講義も行われ、大学の講義の一端を味わうことができます。受付をはじめとする会場内のさまざまな場所では、大学ガイドや学部ガイドといった資料を手に入れることができます。受けたい学部がまだ決まっていない人は、こうした資料を参考にするのも良いでしょう。学部のことが分かったら、次は明大生の生の声を聞いてみましょう。これは学生スタッフの企画によるトークライブ。明大生がキャンパスライフや受験勉強の仕方について本音で語ったり、大学や入試問題についてのクイズなどが行われます。本やネットではわからない貴重な話が聞けるとあって、毎年人気の集まる企画です。去年私は皆さんと同じオープンキャンパスに参加してトークライブを聞いている立場でした。その時のトークライブを見て、私は明治大学を受けたいなって思ったので、皆さんの少しのきっかけにでもなったら嬉しいなと思います。明治大学で待ってます。ありがとうございました。サークル活動、一人暮らしについてなど、大学生活について相談したい人は学ナビへ。明大生の先輩たちが自分の体験を踏まえながら親身になって相談に乗ってくれます。そのすぐ隣は受験生必見のコーナー、データで明治。明大生が実際に受験に使用した参考書やノートが展示されており、合格に結びつく勉強の仕方を学べる貴重なコーナーです。お腹が空いてきたら学生食堂へ行ってみましょう。
駿河台キャンパス自慢の学生食堂スカイラウンジ暁はリバティタワーの17階地上約75メートルからの眺望が楽しめます。この日は明大生のランチを体験しようと集まった学生たちでいつにも増してにぎわっていました。学生スタッフがナビゲーターを務めるキャンパスツアーも人気です。実際に授業が行われる教室やキャンパス内のさまざまな施設を巡るもので、このツアーに参加すれば入学後のキャンパスライフがぐっとイメージしやすくなるでしょう。運が良ければキャンパス内のどこかで明治大学のマスコットキャラクター明治郎に出会えるかもしれません。また簡単なアンケートに答えるとオープンキャンパス特製タオルをもらうことができます。このタオルを使って明治大学への受験勉強を頑張ってください。保護者の方を対象とした説明会も行っています。入学後の学生生活を支援する各種奨学金や就職・キャリア形成支援など明治大学が取り組んでいる幅広いサポート体制について説明が行われます。また大学についてのイメージがまだよくつかめない高校 1,2 年生を対象とした説明会も行っています。単位制度やシラバスといった大学ならではのシステムの説明や大学で学ぶことの楽しさなど大学についてのさまざまな情報を提供しています。また模擬時間割を作って明治大学での学びの中身をより実感することができます。文化の香り高い学生街に位置するこの駿河台キャンパスは近代的な建物と伝統的な精神等を併せ持つ明治大学の本拠地です。あなたもぜひ一度この駿河台キャンパスで明治大学の魅力に触れてみてください。ここは緑豊かな多摩丘陵の高台に位置する生田キャンパス。理工学部、農学部の全学年と大学院生がここで学んでいます。この生田キャンパスでは最先端の研究が数多く行われています。そんな研究の一端を除く人気の見学ツアーに潜入してみましょう。これは理工学部電気電子生命科学科の見学ツアー。合成音声や機器制御、波動の実験など高校では学ぶことのできない専門的で刺激的な研究に触れることができます。うちの研究室の名前っていうのは波動信号処理回路研究室と言います。磁石とあとこちらのコイル、この中さっきの話っていうのはこれのことで、こんなもんです。キャンパス内のさまざまな場所では各研究室が取り組んでいる研究内容について展示と紹介が行われています。参加型のデモンストレーションを行う学科もあり、楽しみながら大学での学びの奥深さを体験することができます。これは
医師の力で機械を動かすブレインコンピューターインターフェースのデモンストレーション。リラックスした時の脳波を検出すると扇風機のスイッチが入る仕組みです。目を閉じてから 1,2 秒ぐらいでつく感じが自分でも分かる。この生田キャンパスでは最先端の研究設備や大規模な農地、温室などここでしか体験できない専門的な施設で学ぶことができます。理系の道を極めたいあなたはぜひこの生田キャンパスへ足を運んでみてください。新宿渋谷から10分以内でアクセス可能なこの泉キャンパス、国際日本学部の全学年と文系学部の 1,2 年生が学んでいます。恵まれた立地にありながらキャンパス内の緑も多く、図書館や体育館など大型施設も充実しています。そうした普段は開放されていない施設を見学できるのもオープンキャンパスの大きな魅力の一つ。こちらは入ってみたくなる図書館をコンセプトとして2012年5月にオープンした泉図書館。開放的で洗練されたデザインで泉キャンパスの新たなシンボルとなっています。これはスポーツに強い明治を支える総合体育館。プールやジムの他にゴルフ練習場やロッククライミングの練習施設など専門的な施設を備えています。この日は明大ハンドボール部が試合を行っていました。オープンキャンパスに参加中の高校生も固唾を飲んで試合を見つめます。これは明治大学における情報教育の拠点の一つ、メディア棟です。マルチメディア機器を備えた各教室やさまざまなメディアを活用した授業、自主学習の可能なメディアライブラリーなど充実した IT 設備で明治大学の情報教育を支えています。泉キャンパスに通う学生の憩いの場となっているのがこの泉の森。日替わり、週替わり、月替わりのメニューで明大生の舌を楽しませてくれます。ここではキャンパスツアーの一環として人気メニューの油淋鶏が参加者に振る舞われていました。文系学部の学生は初めの2年間をこの泉キャンパスで過ごすことになります。文系学部への進学を考えているあなたはぜひこの泉キャンパスで明大生の活気に触れてみてください。明治大学では今紹介した3つのキャンパスに加え2013年春、東京中野に新たなキャンパスをオープンします。泉キャンパスから移転する国際日本学部と新たに設置される総合数理学部、この2つの学部を中心とし国際化、先端研究、社会連携の拠点となることを目指します。明治大学のオープンキャンパスはこのようにさまざまなプログラムや施設を体験することで
実際のキャンパスライフをイメージしやすくするお手伝いをしています。1日だけ明大生の生活を体験できるこのオープンキャンパス、あなたもぜひ一度参加してみてください。